ヨアヒム・ミュンヒエベルクは第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットである。エースパイロットとは空中戦で5機以上の敵機を撃墜した軍人パイロットを呼び表す呼称である。ミュンヒエベルクは500回以上の作戦飛行で135機を撃墜し、東部戦線での33機を含む戦果の大部分は西部戦線で挙げられたものであった。西部戦線での102機の戦果の中には46機のスーパーマリンスピットファイア戦闘機が含まれていた。ミュンヒエベルクはドランベルク近郊のフリードリヒドルフで生まれた。少年の頃から空を飛ぶことと機械類に非常に興味を持ち、軍隊に入る前には運動の分野でも才能を発揮した。1936年にドイツ陸軍に入隊し、1938年に空軍へ転籍した。その後、第234戦闘航空団に配属された。1939年10月に、ミュンヒエベルクは、第26戦闘航空団、第3飛行隊に配属され、11月7日に、A 第57飛行隊の HR バーウリー、操縦のブリストルブレニムマーク、I 爆撃機を、初めて撃墜した。フランス侵攻作戦中に、ミュンヒエベルクは1940年5月31日の1日で4機の戦果を含む8機の連合国軍機を撃墜した。バトル・オブ・ブリテンの初期にミュンヒエベルクは JG 26、第3飛行隊長のアドルフ・ガーランドの領機を務め、8月末には JG 26、第7飛行中隊の飛行中隊長に昇進し、9月14日に20機目の戦果を挙げると、同日に騎士鉄十字章を授与された。この功績によりミュンヒエーベルクは国防軍最高司令部が発表する軍事情勢報道の国防軍軍報。ミュンヒエーベルクはバトルオブブリテン期間中に合計14機を撃墜した。1941年2月からミュンヒエーベルクの飛行中隊は地中海戦線に配備されたメッサーシュミット BF109 機を装備した最初の部隊となった。シシリー島を拠点としたこの飛行中隊は1名のパイロットも失うことなくおよそ52機の戦果を挙げ、その部隊規模を考慮すると成功を収めたと言えた。この戦果の内約半数はミュンヒエベルク自身のものであった。バルカン半島侵攻作戦支援のユーゴスラビア上空での作戦任務では4月6日にユーゴスラビア軍のホーカーフューリー服用機を撃墜し、地上にいる別の1機を破壊したと申告した。2月16日にミュンヒエベルクは第261飛行隊のジェームズ・マクラクラン中尉のホーカーハリケーン機を撃墜し、マクラクランは重傷を負いつつ脱出し腕を失ったが1943年中に戦闘任務に復帰した。2月26日には第261飛行隊所属の7機撃墜記録を持つマルタのエースパイロット F.O.F.F. テイラーを撃墜し、テイラーは戦死した。1941年5月に騎士鉄十字章に白洋とイタリアのMedaglia d'Oroを授与されたミュンヒエベルクはこの時点で43機を撃墜していた。1941年半ばの2ヶ月間はリビアでのドイツアフリカ軍団への支援任務につき、さらに5機を撃墜した。8月に JG26、第7飛行中隊はフランスに戻り、ミュンヒエベルクは1942年6月までに、さらに35機を撃墜した。4月29日に、ミュンヒエベルクに撃墜され戦死したのはポーランド第1戦闘航空団の航空団長で、ポーランド人。エースパイロットのマリアン・ピザレックだった可能性がある。9月19日にミュンヒエベルクは大尉に昇進し、JG26 第2飛行隊の飛行隊長に就任した。1942年7月にミュンヒエベルクは東部戦線に配属され、第51戦闘航空団に赴任した。9月5日に100機目を撃墜し、103機目を撃墜した後に白洋付騎士鉄十字章2件を授与された。ミュンヒエベルクは東部戦線戦域上空で33機のソ連軍機を撃墜し、その間自身は2度撃墜された。1942年10月1日にミュンヒエーベルク少佐は北アフリカとチュニジアに展開する第77戦闘航空団の戦闘航空団司令に任命された。この戦役で挙げた24機の戦果の最初として11月9日に A 第92飛行隊のスピットファイア機を撃墜した。12月10日にミュンヒエーベルクは A 第112飛行隊の HC シェバー中尉と RR スミス中尉のキティホーク機との戦闘の後で上記の BF109G2 を不時着させたが負傷はしなかった。1943年の春にミュンヒエーベルクは英米機を相手に100機を撃墜した2人目のドイツ軍パイロットとなった。1943年3月23日にミュンヒエーベルクはチュニジア上空で135機目の戦果となるアメリカ陸軍航空軍の第52戦闘団所属のスイートマン大尉操縦のスピットファイア機に機関砲の近接射撃を浴びせた後敵機の爆発に巻き込まれた。なんとか脱出し重傷を負って、パラシュートで着地したところを捜索隊が素早く、ミュンヒエーベルクを収容したが野戦病院に向かう途上で死亡した。1962年11月30日に、ミュンヒエーベルクの遺族 2500DM の1回だけの名誉軍人年金がイタリア国防省、ジュリオ・アンドレオッティから支払われた。ありがとうございます。